とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーで2ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。本当に毎日やってるんだけども、見ていただいてありがとうございます。昨日はね、ちょっと相当いいやつが出た。相当いいかはわかんないけども、初めて出たやつが来てね、すごく嬉しかったんで、テンション上がってるんだけども、今日はどうでしょうか。まだね、朝なのよ。朝、早朝です。朝はね、出ないんだよな。まあ、とりあえず、二つ、出るまで、やっていきましょう。一回目。どうだ。今週はね、比較的、いい感じだと思うんだけどね。シュルカー、クールダウン付きであり。で、輝くハープクロスボウ、ダイナモ貫通でありだね。シルゲールはまあ、使わないかな。どう？おお！一発目から来た。しかも、毒フォーカス付き。いいね。毒フォーカスと、霊気。いいっすね。いいね。まあ、場合によってはアクロバットも使えるからね。オッケー、一発目から来た。これ、初めてかもしんない。撮影一発目で来るって。ハープクロスボウ、どうだ？ああ、これはね、使えないかな。うん。欲しいのはダイナモ貫通がついたハープクロス。まあ、できれば、マルチショットまで欲しいところやね。丈夫なシルカー。おお、これは、結構、いいと思います。ありだね。でも、シルカー、これ3つ目か。まあ、配りましょうかね。はい。ということで、一発目、終わりです。これ2回目で出れば、20分で終わるからね、最高だな。とりあえず、行ってみましょう。ゲット！ 2回目で終わらせる！おお、また終わるかもしれない、これ。マジで終わるかもしれないぞ。シュルカー、どうだ？あー、ダメやね。これダメやね。怒りだよ、怒り。どう？しかも、黄金！クリティカル、お、いいよ、いいよ、いいよ。あー、でも一番右が良くないな。クリティカル、アーティファクトシナジー。で、一番右は、まあ、旋風でも入れとけ。旋風か、まあ、輝きどっちでもいい。問題は、黄金だ。何がついてる？どう？おー！すげえ！すげえ！うわぁ！まあまあ、回復はね、ついちゃないんだけども、まあまあ、ウィザーとか、あとスパイダーあたりで使っていけばいいし、まあこれ一番右がさ、凶暴化とかだったら、マジで最強だったな。いや、でもこれすごいぞ。虚無、クリティカル、アーティファクトシナジー。これ攻撃的なエンチャントが3つポンポンポンとついて、ああ、素晴らしい。めちゃくちゃ素晴らしいのが出たね。これはダメージだいぶ出せるよ。はい。終わりです。今日最速だ。はい。ということで、戻ってきました。最速です。20分で終わりました。まず、シュルカーだね。あ、もうこの2つで使えるじゃん。この2つでいいじゃん。あ、ダメだ。ダメだ。回復がない。回復ないわ。うん。回復がついてれば、毒フォーカスと、霊気、クールダウンで、そのまま使っていけるんだけども、回復がないから、ちょっと防具はこれじゃない方がいいね。で、これはもう最高。うん。まさかの虚無さんがついてるからね。虚無さんの、クリティカルヒット。で、アーティファクトシナジー。まあまあ、鋭利でも、全然ありかな。うん。でもまあ、アーティファクトシナジーの方が無難かな。まあ問題はここなんだけど、ここは、できれば吸血？吸血が欲しかったかな。リフレッシュでもよかった。もしくは、追い打ちにして超攻撃的なやつとか。凶暴化とかね。まあでも、3つ、いいやつがついてるんで、これは、なかなか、良かったと思います。はい。ということで、今日は朝にもかかわらず、最速で終えることができました。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。